枚のカードを使ったマジックをご覧いただきましょう。赤いカードが1枚と黒いカードが3枚です。赤と黒。それでは簡単なゲームをしてみましょう。こちらの赤いカードがどこにあるのかしっかりと目で追ってください。赤いカードだと思うところにクリップを止めていただけますか。ここですね。では確認してみましょう。残念ながら黒いカードをお客様は持っています。少し難しいので1枚カードを減らしましょう。こちらのカードを抜いておきます。で3枚でやってみましょう。赤いカードはどこでしょう。様が止めたのはまた黒いカードでした。少しずるい感じがしますね。もう少し、分かりやすくやってみたいと思います。一番上は黒いカードですね。次が赤いカード。赤いカードを真ん中に挟んで、今度はカード同士を広げます。これなら間違いなく赤いカードを止めることができると思います。はい、ありがとうございます。こちらのカードは黒いカード。この下のカードも黒いカード。クリップで止めたカード。こちらもなんと黒いカード。赤いカードはこちらに移動してきました。